こんにちは、映像クリエイターの成瀬です。今回は1本の映像作品を作る際の企画構成の考え方、撮影シーン、そして編集から完成までを、この1本の動画で一連の流れをお見せしていきたいと思います。それではまずはどんな映像作品ができるのか、完成した映像からご覧ください。それでは実際に今お見せした映像がどのような流れで制作をしていくのか解説をしていきたいと思います。今回の動画のトピックスはこちらです。まず1つ目に企画構成、2つ目に撮影、3つ目に編集から完成。まずは1つ目の企画構成。まずは今回どのような作品を作るかというと、今回のこの動画のスポンサーであるハバターというブランドから出ているオフィスチェア、こちらのチェアを題材とした20秒程度の CM を作っていきたいと思います。 CM 動画を制作するにあたって、単純にかっこよくシネマティックな感じでこの椅子を撮影して映像をつなげていくだけでは、ただ見た目がかっこいいイメージ動画になってしまいます。なのでこの CM 映像を届けたいターゲットや、そのターゲットに向けてちゃんと伝わるように企画、そして構成を考えていく必要があります。実際に僕の場合はこのような流れで考えていきます。まずは届けたいターゲット。今回はターゲットとしてクリエイティブな活動をされているクリエイター、次にこのターゲットに向けた映像はどんなテーマにするのがいいのか考えていきます。このハバタのオフィスチェアの特徴は細かくは後ほど紹介しますが、人間工学に基づく設計で長時間座って作業する方を快適にサポートしてくれるというのが大まかな特徴です。これを踏まえて今回はこのようなテーマ、キャッチフレーズを考えてみました。クリエイティブの始まりは快適さから。快適なオフィスチェアのサポートがあることでクリエイティブのアイデアが湧いたり作業がはかどると思ったので、こちらにしていきたいと思います。次にこのテーマをもとに映像の構成を考えていきます。実際にこのチェアに座りクリエイティブな活動や作業をしているシーンがいいと思うので、ハバタのオフィスチェア×映像クリエイター、映像クリエイターが実際にこのオフィスチェアに座り作業するとしたらどんなものがあるのか、いくつかパターンを考えていきます。まず1つ目は絵コンテを描くシーン、そして2つ目はカメラをバックパックに入れて出かけるシーン、そして3つ目は編集作業をする。この3つのパターンをそれぞれつなげていくのにプラスして、最後にこの椅子をリクライニングしてリラックスしているシーンを入れていきたいと思います。ざっくりとこのような構成ができましたが、単純にこれらを撮影して組み合わせただけではあまりクリエイティブさを出すことができないので、ここからは撮影方法を事前に考えてクリエイティブさを出していけるようにしていきたいと思います。今回はこの3つの作業を基本的には同じ場所でこのオフィスチェアに座りながらしていくので、固定撮影などでは見た目的に変わり映えがないのでカメラワークを駆使して作っていきたいと思います。そこで今回使うカメラワークとしてオービットといって、被写体を常に画角の中心に捉えながらその周りをカメラマンが回って撮影していくカメラワークです。このオービットを使い、先ほどの1から3までのチェアに座り作業しているシーンを撮影して、編集の際に1周回るごとに作業が切り替わっているようなクリエイティブを入れていきたいと思います。これはあくまで撮影の前段階なので、実際の撮影時に良さそうなものがあればその都度撮影していく形です。それでは早速2つ目のトピックスの撮影に行ってみましょう。はい、それではさっき解説した構成をもとに実際に今から撮影を行っていきたいと思うんですが、今日は僕がやってるオンラインスクール COC の生徒であるこうたくんに撮影を手伝いに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで早速撮影やっていきましょう。はい、じゃあこれから撮影していきたいんですけど、今撮影の、スタジオのセッティングが終わったんで、どんな感じにしてきたかちょっと見ていきたいと思います。で、今回撮影のメインのコンテンツになるこれがハバタのチェアなんで、これをうまく撮影できるように今ちょっとセッティングを行ってきました。で、ここのスタジオがもともと植物がすごいいっぱいあるんで、それをうまく使えないかなと思ってちょっといろいろ今移動させて、ここで円を描くように一回植物を並べてみました。で、こっち側がですね窓になってて、かなり光がいい感じに入ってくるんで、それをうまく取り入れながら光と影がうまく出るようにしてうまく撮影をしていきたいと思います。で、今日はここをメインで、さっきの構成通りに行くとここでカメラを持ってこういう感じで回っていくような感じで撮っていくんですけど、ちょうどこの葉っぱが一周した時にここにこうかぶるような感じで、そこをトランジションとしてうまく使っていくように撮影をしていきたいと思うので、早速じゃあ撮影やっていきましょう。それでは実際に構成通り撮影をしていきます。まずは1つ目の絵コンテを描くシーンをオービットのカメラワークを使い撮影をしていきます。次に2つ目、カメラをバックパックに入れて出かけるシーンをオービットで撮影していきます。3つ目の編集シーンですが、これは4つ目のリクライニングのシーンと合わせたいので、オービットで回った後にカメラマンが後ろに下がっていくカメラワークをして撮影をしていきます。それではメインが撮影できたので、先ほどの3つのシーンの手元だけをそれぞれ撮影していきます。これは編集時に選ぶバリエーションを増やすためです。今回はそれぞれのカットにプッシュインのカメラワークで撮影をしていきます。まずは絵コンテを描くカット、そしてバックパックのジップを開けるカット、最後にキーボードを叩くカット。これで全ての撮影が完了しました。この撮影したカットをどのように編集したのか見ていきましょう。その前に今回の CM 撮影で使用したハバタのオフィスチェアの特徴をざっと説明していきます。これはハバタの E3 Pro というオフィスチェアなんですが、人間工学に基づいて設計しているというだけあって、実際にこのチェアに座って長時間編集作業してみたんですが、非常に疲れにくい印象です。他のオフィスチェアとの大きな違いは一体何なのか。それは調整をできる箇所がすごく多い点にあります。高さの調節はもちろん、アーム部分の調節、背もたれの調節、ヘッドレストの調節、そして腰の部分、オットマンも備わっており、特にヘッドレストと腰の調整部分が優れていて、ヘッドレストは高さ、角度、前後の調整、腰の部分は前後の調整、こちらがバネになっているので、寄りかかると傾いてフィットしてくれます。この両サイドのクッションの角度を変えることも可能です。どんな骨格の人でもフィットできるように部分ごとに微調整できるのが嬉しいポイントです。こちらは概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。それでは3つ目のトピックスは編集では、実際にどのように編集したのかを見ていきたいと思います。今回編集ソフトはダヴィンチリゾルブを使用したので、エディットページで解説をしていきます。ほとんど元々の構成通りの編集なんですが、最後に撮影した手元の寄りのカット3つを先頭に持ってきて、それぞれサウンドエフェクトをつけて BGM に合わせて編集をしています。先頭のこの3つのカットがイントロ的な役割となり、その後のメインカットを引き立てるようにここに配置しています。それではイントロ部分だけまず見ていきましょう。撮影時のカメラワークとしてプッシュインで全てを撮影しているので、徐々に近づくことで始まり感を出すことも意識しています。次にメインカットの3つは、ちょうど椅子の横に配置した観葉植物の葉っぱで画面が隠れるタイミングまでを使用し、次のカットも葉っぱから出た場所から始めるようにつないでいます。特にエフェクトなどは使用せず、カットの終わりとつながった後のカットの始まりをスピードランプを使ってスピードを上げて、つながりを違和感なく編集をしています。次のカットのつながりも全く同じです。あとは最後にカメラが引いていくのに合わせてキャッチコピー、そしてブランド名を表示して終了。また今回はもともと映像の尺は20秒程度と決めていたんですが、長さがちょうどいい BGM ってなかなかないので、ダヴィンチ上で BGM を違和感なく尺が合うように編集をしています。この方法は任意の長さに違和感なく尺を伸ばしたり短くしたりできるので、非常に重宝します。こちらの編集方法については長くなってしまうので、オンラインスクールの中で解説しているので、ぜひそちらをご覧ください。そしてカラーグレーディングについてですが、今回のメインカット3つはほとんど同じ時間帯で撮影をしていますが、1つ目のカットの絵コンテを描くシーン、そして2つ目のカットのカメラをバックパックに入れて出かけるシーンと、3つ目の編集シーンは時間帯を違うように見せたかったので、1つ目と2つ目は日中、3つ目は夕方のように見せるカラーグレーディングを行いました。今回は全てのカットに YN パーグレードを使い、もともと入っているラットを使い分けて印象を変えています。こちらも概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。それではここまでを踏まえた上で完成した作品を見ていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回は企画から撮影、編集までの流れをざっくりと解説しました。企画構成について深掘りした考え方やカットを切り替える基準など細かいテクニックについてはオンラインスクールで解説をしているので、ぜひお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。